どうもどうも、アッキーです。どうもどうも、沢健です。今回はこのね、コンセプトデッキ対決ということで、はい、私アッキーのネクロの方が女の子だけのデッキということで、そんで私沢健のロイヤルの方が男の子だけということで、はいはいはい、もうちょっとこの時点でまずあのコンセプトを守ってないです。あなたはなんでですか？エリカは女だよ。俺持ってねえもん。ああ、もう負けだこれは。もう待ってねえもん俺そんなの。もうこの時点で俺の勝ちだ。ざけんなよ。この時点で俺の勝ちだなこれはもう。と思うじゃん、うん、もう出てくるカードゴリゴリマッチョメンしかいないからね。まあだから要は男の子と女の子シャドーバカイだとどっちが強いのかみたいなね。そう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 。でもなんかさ、女の方が多いイメージあるんだよね、なんかカードのなんか種類的に。そうだね。そんなことない。いや、そんなことないか。結構ね、やっぱね、デッキ組んでて思ったけど、化け物が意外と多いんだよね、やっぱ。化け物枠ね。どっちにもいけないやつが結構多くて、あ、結構ガチガチじゃない？いや、あのね、今めちゃくちゃいい感じにデッキ回ってるよ、これは。ガチガチじゃない？うん。なんでレイジの時にこんなちゃんと回ってくれなかったんだろうね。レイジの時ね、そうね。マジで。あ、やられた。ひで。いや、でも全然いいんだよ。このデッキはね、なんかもう、いいんだよ、別に。あとにかけてるから。久々でしょ、こんな2ピック以外で見ないでしょ、こんな。久々だね。何、総欲の敬語者。どっち出そうかな、何か分かんない分こっちの方がいい気がするんだよね、俺は。箱の少女なんかさ、こっちにしよう。2つな、あ、出てきた、久々に。お呼びですかい？マッチョメンだろ。あ、箱の少女なんとかってことでしょ、アキが言いたいのは。そうそうそう、そういうこと。どうしようかな。総欲の警護者なんとかのはずなんだよね、こいつもね。処理に回ろう。ああ、おお、そいつ殺していいの？え、いいんだよいいんだよ、全然。もうね、そういうんじゃないからこのデッキは。なんかもう、あ、本当に後のね、後の勝負に全部をかけてるから、これは。そんなことに使っていいの？え、何、やばい、やばぽよ。いや、わかんないですけど。やばぽよこれ。いや、わかんないですけど、こいつ出すか。こいつ出そう。100の戦場で。うーわー、それガチガチのガチじゃん。え、結構ガチだよ。だってマッチョメンしか入れてないんだもん。それはガチガチのガチじゃん。イケメンと戦士とマッチョしか入れてない。あーでも一応届くんだな。うん、あ、届く。うん、一応届く。それは結構ガチだよ。普通に多分回したら強いで。ああ、ちょっとこれはさ、いや、これだな。これで魂が鮮度を大事して、そうね、終わりかな、これは。おー、茶濁して、お茶濁して。でもガウィンの効果でさ、ガウィンの効果が役に立った試しが一回もないんだけどさ。いや、と思うじゃん、うん、それと思うじゃん、じゃん、本当に、うん。でもあれでしょ、マーズとか入れらんないじゃん。入れらんない。うん、女の子だよあれ、ちなみに。いや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 、もうマッチョメンがいますから、代表のマッチョメンがこっちには。なんかロイヤル多いよね、マッチョメン。うん、他になくない、マッチョメンなカードって。ロイヤル以外にエルフもさ、エルフに男いない、あ、いるわ。でもエルフの男ってみんな変態じゃない、なんか。変態じゃない、なんか出てくるやつ。え、なにそれ、そんなん持ってたの？持ってた。俺一回も当てたことないんだけど。嘘、バルバローザみたいな。初めて使うからね、効果をちゃんと理解してなかったりするっていう。なんか俺が3枚いたらアダコーダじゃなかったっけ。そう、相手の場のフォロワーが2体以下ならコスト8にして、3体以上ならコスト2にする。いやー、これはまあこれ使って、おお。女の子でしょ。女の子だ。いや、多分ね、シャドバカイは女の方が断然強いと思うよ、普通に。女の子だ。オッケー。てか、ネクロに男いたっけみたいな今感じなんだよ、本当は。あの、女か骨かしかいなくない。そう、女か骨しかいないから。骨って男女関係ないじゃん。あれじゃ、我はソロモン72中が1。アンドラスもさ、わかんないじゃん。まあ確かに、うん、我ってさ、男も女も言えるじゃん。ただ声優が男なだけでさ。そうだね。やられてく、倒していく。あれ、相打ちなんだ。あ、そっか。そう、4-3だから、ね、やつがあれだからか。まあこれは並べていくと、このできるだけ進化圏を切らずに戦う。これゾンビはあれだからね、わかんないからね、男か女かって。だってさ、バイオハザードもさ、女のゾンビいるじゃん。そうね、だからこれはわかんないから、ね、確かにこれを男と断定するのは早いと。そうでしょ、うん、こいつもさ、もしかしたらナイトも女かもしんないじゃん、もしかしたら。あー、ちょっと、あ、そういう効果なんだ。いやいやいやに、あー、なるほどね、理解したわ。あ、理解したわ。あ、バルバロスタの。うん。多分今8コスになってるでしょ、それ。うん。
これ変動するわけじゃないんだ毎回。いや毎回変動するよ。でそれ8コスで出して次俺が3体いたら確か3コスか2コスになる。が2コスになるのか。そうはーはーはー、理解したわ。これどうしようかな。だから多分このターンじゃバルバロスは出せないんだよな。これどうすっかなマジで。あどうすっかな太郎。うん、進化圏切ろうかな。いやまずこれは顔いくとして、顔いって進化圏切る。もったいなくない？あ、もったいなくねえか。いやここは切らねえわ。これいってこれいってこれいってこれ出す必要ない気がするんだよな。あ1コスで、うん、いや出す必要ない気がするんだよな。レビオンガードジェルは男なのこれは。いや男だろ。男なの。男でしょうよ。出さない。獣でもしかしたらあの元々メス犬かもしれないじゃん。そんな、いやいや、だとしたらあんな声出すなよ。2枚目、うーん、どうしよっかな。ちょっとこれ出すとネタバレになっちゃうんだよね今ね。お、ちょっとだから隠されたコンセプトが、ちょっとまだお茶を濁して。あー濁すじゃん。お茶濁して、超濁すじゃん。邪魔じゃん。うん、超濁すじゃん。ゾンビはあれだからね、わからないからね、うん、いやこれはこのままだな、うん、俺行くよ。じゃあ、え、何？俺行くよ。もうなんか来んの？もう飲んだらしてらんないよ。俺も行くよ。え、何？この首を、はっ、いや、もう一番のマッチョ麺を。ちょっとそれ倒すのねえな。俺は一番のマッチョ麺をぶち当てて、いやちょっと待って、これぶち当てて、でぶち当てると。いやもう男代表でしょこのカードが。もう男代表でしょ。ねえ、まあそいつはとりあえず処理しなきゃあかんのよ。いやそうだと思うよ。で多分そっち側としても多分このカードは処理しなきゃいけないんだよおそらく。ハウザかっけえエフェクトが。初めて見た87。うざ、こいつは置いといて。87はちょっときついんじゃない。こいつはマジうぜえじゃん。はマジうぜえじゃん。マジうぜえじゃんそいつ。マジうぜえじゃんしか出てこないじゃん。いやマジうぜえよ。どうする。でもせっかくさこのレオニーのさ、うん、あのかけらが出てきたんだからさ。いやー87マジうぜえな。いやでも9コスとさ手札7枚もあれば何でもできるっしょこれは。まあまあとりあえずこれで87逃がすわ。あ、何それ、スレイヤーなんの。そうだよ、スレイヤーになってこっちは効かねえと。え、なんで効かねえからだよ。はぁ、つれえだろ。ほらもう本気だよこっち。ほらもうマッチョ目になれお前ら。指揮官どこにいる。あ、このレオニーの意思って。そうだよ、お兄さんの意思は指揮官だからね。ほら行け、マッチョ目になれお前ら。ほら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 、やばいぞこれは。これでまずあの女をぶち倒して、でこのゾンビもぶち倒して、いやもう本気だよ。もうちょっと待て、男代表だからねレオニーは。ああなるほどね。でもさ、いやもうきついんじゃないこれ。いやでもねまだね、ねこれで4減るじゃん。あ、9で5で、あー順番によっちゃ出せるみたいな感じか。これやって、これやって処理していって、でこれ出して、おーって全く意味がない。こいつ今もスレイヤーなの。うん、今はスレイヤーじゃん。今はスレイヤーじゃないんだ、うん、もうあの瞬間だけだから。はー、あの瞬間だけスレイヤーだしダメージも食らわない。なるへそね。今もただの戦士。こっちやって、おーめちゃくちゃ守るじゃん。で、こっち進化して、何すげえ守るじゃん。で、こいつぶっ倒して、おーおーおー、そっちを倒して、終わり。あー守るね、すげえ守るね。手札にバルバロッサとかいるんだよねまだね、8コスだけど。これどうすっかな。ちょっとね向こうの手札切れを狙っていかないと。ちょっとねこっちもねまだね必要なカードがあと2枚引いてないんだよね。いやこれどうすっかなマジで。これがあーどうすっかな。何このランサーって悩むな。あ元はクーフリンか。まあこっちでいい気がすんな。これでいい気がする。
ほら、あ、隊長やって、隊長出してもらって、隊長もマッチョにして、でもう一回さっきの、あ、ちなみにちょっと今言い忘れた、滅殺の鎧に関しては、うん、あの男女関係ないから、まず女の人が着てるかもしれないじゃん。で、鎧だからね。そう、鎧だから、サムス的なことね。そう、っていうのを説明しなきゃって思ってた。あ、ああ、じゃないとさ、ほら視聴者にさ、あれ鎧はどうなんですかみたいな、あれ男じゃないんですかっていうコメントが来る前に、とりあえずちょっとあの保身をかけとくわ。もう常にピンチな状態ですよ、あなた。大丈夫ですか。ちょっと待って、もうマッチョしかいないよ。え、待って、あのバルバロッサがさ強くないか、ちょっとそいつ。いや、もうマッチョしかいないよ。ちょっと待って、どうすか。ちょっと待って、いや俺結構まあまあガチで倒しに来てるからね、このね、男代表の、やばいねそれはね。いや倒されちゃうんだよね、ちょっとこれが。バルバロッサ邪魔だな。強えだろバルバロッサ。モルディカイみたいなもんでしょ、だってそれ。そうだよ、邪魔やね本当にね。怪しいね、うわ。でめっちゃ使うじゃんそのカード。めっちゃこれ来るんだよ。てか本当は欲しいカードが全然来ないんだよ今ね。いやー、いやーさあさあだね、ちょっとね。いや大変だと思うよ。大変だよちょっと。いやちょっと待って、やりたいことがやれないなこれな。出して出して、おお、セレス、セレパン進化して、ユニコーン、セレパン進化して、で無償ダメージ与えて、あー、で、あ、バロッサだけは残すと、あーっと、こいつのパワー上げといて、おバロッサを倒せるようにしといて、バロッサ倒せるようにしておいて、あれバロッサって次のターン開始だよね。そうだよね、熱いよこれ。どうすっかな、永遠に出せるわけじゃないんだよな。強いよ僕。何強い、これ強い、マジで強い。自分の力に溺れてるとあれだよ、足元救われるよ。救われるかな、どう。いや救われない。てかさ、これは強いよ。あー邪魔だなそれ。これ強いよ、だってこれも一回マッチョ面にしてさ、こうやってダメージ食らわないもんねこのターンはね。これでこうやっていって、これでこうやっていって、あーそれ、うーわーそれ邪魔。もうさ、ユニコーン無視してよくね。ちょっと2回復とかそんなしょぼいやつ、俺がユニコーン次のターンデストロイモードにしても文句言わないで、それは。何それ何それ。いいよいいよいいよ、一旦じゃあいいよ、無視していいよ、無視していいよ。じゃあ無視だよね、だってこれ死ぬことないよね、こっからね。ない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 、大丈夫だよこれ、もう行くわ。ただ次のターン俺があのカードさえ引ければ、あのカードさえ引ければ、何何デストロイモードが発動して、うわちょっとさ、デストロイモードできたのに。うそ、もう俺これもう勝てないんじゃない。うそ、いやでもまあアルベール処理すればみたいな感じか。いやーやりたかったな。じゃあいいや、ちょっとね、手の内を見せると、ここで俺が精錬の涙を出してね、うん、滅殺の鎧を出したかったんですよ。あー出た。そうするとこいつが今ねパワーが19なのね。でそれをねユニコにかぶせて、ユニコであのバーンアタックすれば勝てたやみたいなね感じだったんだよね。いやー今精錬の涙引けてたらちょっと分かんなかったのにな。うわーやば。だから今ユニコ残しておいてデストロモイドになるよって言ったんだよね。危な。じゃあもう一回出しとくわ。ダメ、もう一回出しとくわこれ。ダメだよそれは。おい、どうすか、これマッチョ面でしょちゃんと。ほらちゃんとマッチョでしょこいつら。普通に、ほら普通に強かった。普通に強かった。ちなみにでもね、レオニーはねピン刺しなの。え、ピンなのこれ。ピン、すごいね。レオニーはピン。マジかー。いやー本当はダラダラ天使とかも入れてて、ダラダラ天使にやろうかなっていうのもあったんで、ね、武装させて。いやーマジかー、せけえわ。あのレオニダスの意思がちょっとそれはせこいわ。でもレオニーも男代表だよね、あれはもう多分みんなそう思う。あれはもう男代表だって言うと思う。いや意思は代表じゃないかもしれないじゃん。あのいや代表の意思だから、ね、女の人が置いたかもしれないじゃんあれ戦場に。レオニーの、あ、レオニー、レオニーの石を、そう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 、じゃあ負けだね。まあ、エリカ使ってたしな。そう、エリカ使う、そうだよ。エリカ使ってるからもうダメだよ俺の勝ち。エリカ使ったらまあ反省点だわ。そうだよ、